ちゃん TV のですね、面接官工人です。今日風俗嬢たち昼間出勤しなかったくせにね、この時間になってから面接いいですか、退入いいですか、雨あられなんだけど。いや、うちはいいけどさ、何本つけるとかってそんな言えるわけねえじゃん。言えるわけ、保証できるわけねえじゃん。バカなのこいつら。見えちゃやれよ、勝手に。日記書けよ。写メあげろよ。うん。じゃねえと仕事なんかつくか。バカなのこいつら、ほんとに。もうしんどいんだけど、いちいち。そんな状態です。もうだから風俗嬢って嫌なんだよ。私60分いくらもらってるんですって言ってね、本数つかねえから稼げねえから、うちの子に連絡してきたんだろ。そのくせ私60分1万1000円もらってるんですけど。だから、うちの子も60分1万1000円の子は坊主引いて、60分9000円の子は3万いったけどね。狐153初見です。楽しそうなタイトルに釣られてきました、うん、これからどうぞよろしくお願いします。宮迫です。初見なわけねえだろ。初見なわけねえだろ。もう何なのどいつもこいつも。もう俺忙しいんだから一人でね、何もね、そんなもんね、できるわけねえでしょ。ねえ、一人で何も相手にできないでしょ、僕。バカなのか、この野郎。キツネ2号さん、今何したわら。何が、何もしないわ。ちょっと今日だけでね、3人も面接。しんどいんだけど。キツネ1号さん、工人新ルールだよ。新ルールじゃねえわ。もうこれは昨日限定だったのをね、なんで今日もやってんの。おかしくないですかそれ、ね、キツネ2号さん、やりまんだらけ大変だわやりまんだらけというかね、あのクソビッチだよ。こいつは全員クソビッチなんだよ。クソビッチがね、店出勤してね、1本2本しかつけてもらえなくて、指名も返せれなくてね、私60分1万1000円バックもらってたんですけど、じゃあ指名返せよ、指名の客連れてこいよ、てめえよ。ねえ、バカなの。だから60分2万円ぐらいするんですか。しませんけど、あのうちのバッグって多分ね、6割方女の子が持って帰るのでっていう話をしたんですけどね。まあそんなことしたって店潰りだけですけどって笑いながらしちゃったけどね。どっちでもいいんだけどね。ヘブンも乗ってない感じですか。何、ヘブン乗ってないとダメなのみたいな。ヘブン乗ってますけど、うち。じゃあおめえヘブンの日記書くのか。狐2号さん、面接配信。あのね、どうしようかなって感じですね。2人同時面接とかしんどいわ。かぶるなよ。っていうかね、あの昼間にね、うちの姉ちゃんが勝手にね、今日僕が暇やっていうのを見てね、面白がってね、人の店携帯からね、狐3号さん、おはよう、こうちゃん、ベーカだよ、LINE とかね、送るからね、こんなメディ、レイカからはメール来てるわ。レイカは、あの、レイカちゃんはね、レイカちゃんはね、直接あの僕のプライベート携帯の LINE だから。レイカはプライベート携帯だから、店携帯じゃないから。レイカはね。でレイカ朝から出勤だから、ね、狐2号さん、私かりんよ、うん、今日はもうあの遅くまでセックスしやんとね、早く寝てください、笑いって送っといた、うん、早く寝ろ、ね、いつまでも夜遅くまでセックスするんじゃねえよ。バカ狐1号さん、私もよ、なわけねえだろ。その3人 NG って言ってるでしょよ。キツネ3号さん、携帯なくしてごめんね。あ、そう、あの、もう復活して勝ったらしいけどね。キツネ3号さん、宮迫です。やめろよ、だから。ね、国道を走ってる時できないだろうよ、そんなこと。ね、車運転してる時にできないでしょよ、それ。ね、それ貯金型でねえんだから。キツネ1号さん、停車しろ。しねえわ。信号青だわ。停車したら後ろから車突っ込まれるわ。バカかてめえら。バカかてめえらわよ、本当によ。おめえらよ、そんなのがダメなんだよ。ああ。しんど。すごいよね。
日本だけでもいいですかね、意味が分かんないんだけど、日本だけでもいいんですか、日本だけでもいいですか、日本になるとも思えないんだけどみたいなね、うん、どうしたらいいの、うん、どうしたらいいのこれ、なるほどで止まってるけど、なるほどってどういうこと、どうしたらいいの、もうねー、この風俗嬢たちのね、キツネ三号さんも持ち濡れーかも持ち濡れーか、わお、キツネ一号さんやすよ、やすよなんかいねえよ、やすよっていう名前のお姉ちゃんもいなければ、源氏名のやすよもいねえわ、うちは強いて言えばやすよ体型のお姉ちゃんは2人いるわ、うるせえわヤストモみたいなお姉ちゃんはおるけどさでもヤストモ実はね、指名返せるんだよ、君たちに想像つかないだろうけど、柔軟性がねえよな、今時のスタッフはね、あのお姉ちゃんにして、お姉ちゃんも柔軟性ないけどね、あのスタッフも柔軟性ないよね、キツネ三号さん宮迫です、やめろっつってんだよ、だからちょっと今やりとりしろからさ、ちょっとどうしようかな、どうしようかな、あこっちもあっちこっちの携帯 LINE が今風俗嬢5人と LINE してんだから、俺やめろよ、もう怒られた、キツネ1号さん蛍原です蛍原じゃねえよ、19歳の小娘にね、出勤前は中出し禁止って送っといた、キツネ2号さん新人は後人が教育するの ED なのに、まあ新人って言ってももうプロが多いからね、あの未経験の新人は僕がね、うん、ちょこちょこチンチン入れてるけども、ちょこちょこね、ちょこちょこね、ちょこちょこよ、全員割れてないよ、ちょこちょこよ、うん、長浜ねるちゃんチンチン入れたかったんだけど最近連絡取れないわ、うん、もう一人のね方はあの連絡取れてるからね、チンチンちょこちょこ入れてるけど、ちょこ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 よ、